はい、皆さんこんばんは、2月12日月曜日381回しゃべくりマッスルの時間がやってまいりました。今日のマッスルはですね、朝からちょっと寒かったですね。でも日中はですね、少しなんか緩んだ感じはしております。まあそんなマッスルでございます。今日はですね、街歩きセンターの方でですね、青森県十和田の市会議員さん6名さん見えてですね、町の視察みたいな形を取って町の中をね1時間かけて回っていただいたという、そんな状況でございます。今日 のゲストをご紹介いたしますけども、松代町東寮にあります有限会社宮尾河原店の代表取締役の宮尾稔さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今回ですね、宮尾さんがですね、長野市産業振興功労表彰を受けになったという形で、まあ、実際おめでとうございます。ありがとうございます。で今回ですね、ちょっと見ていただくんですけども、長野商工会議所真っ白支部、でですね、この年頭の書簡という形で吉川さんがあれあの、ね、書簡書いていただいた、その下に祝い長野市産業振興功労賞表彰という形で宮尾さんのお写真載ってます。で実際にですね、この長野市表彰産業振興ってこういう形ですね、この内容的なものってちょっとネットで見ました。そうしましたら、技能を通じ産業の発展、後継者の育成に寄与しますという形でですね、書いてありまして、これが表彰された表彰状という形になる。これもちょっと説明していただいていいですかね。はい。この産業功労賞というやつなんですが、はいはい、まあ、我々の業界産業というよりも、まあ、うん、瓦業界ですね、はい、いわゆるこの瓦業界の、うん、若手の育成ということに我々組合員一同で、はい、取り組んでまいりまして、でやっぱり技能の習得というのが、うん、一番なもんですから、はい、まず若手に何を教えるかというと、うん、技術的なもの、はい、まあ、瓦をまずいじってみる、うん、名称を覚えてもらう、うん、そういったところから入りまして、うん、技能検定という、はい、検定にまず合格していただくという形で、うん、まあ、これは自社他社問わずに、うん、皆さん、はい、若手を育成するということで、うん、まあ、組合を通じて、まあ、長年というか、はい、まあ、我々全員でやってきたのかなというところで、これに対して、長野県瓦事業組合の、うん、理事長の今は新町の清水さんが、うん、推薦をしていただきまして、うん、これをいただくというところに到達したんじゃないかなという気がいたします。あ、そうですか。はい、わかりました。実際にあれですかね、宮尾さん、何年頃開業されたんですか？はい、そうですね、私のうちは父親が、はい、昭和40年頃、うん、独立いたしまして、はい、瓦屋として、うん、まあ、スタートしました。うん、それから昭和63年に、うん、有限会社宮尾河原店という、うん、法人化という、なるほど、ことで、はい、現在に至っているということです。あ、そうですか。まあ、50年以上。2代目っていうか。そうですね、私で2代目です。2代目ね。はい。ちなみにお年何歳になるんですか？私は今年で63になります。はい、なるほどね。あれですかね、これ、まあ、長野ね、これ商工会議所真っ白支部のあれなんですけども、商工会議所に入れて何年ぐらい経つですか？私ね、商工会議所自体はずっと、うん、加盟はしてたんですけれども、うん、青年部時代っていうのはとても仕事忙しくて、うん、ちょっとそちらの方に顔出してるので余裕がなかったんですけ、うん、ど、で、まあ、今現在評議員を仰せつかってるんですけれども、はいはい、1期3年、うん、で今現在3期目ということですね。で、まあ、ぼちぼちね、うん、お世話になった方々にお返しもしなきゃいけないかなというような気持ちで、はい、ちょっとそちらの方に足突っ込ませていただきました。なるほど、はい、分かりました。あれですかね、これ今宮尾さんのところに何人ぐらい従業員さんいらっしゃるですか？はい、私と正規従業員は1名、うん、だけなんですけれども、うん、外注含めまして、うん、2人ほどいまして、うん、まあ、後継者というか跡取りですけども、うん、せがれもやっておりますので。ああ、そうですか。それで現場の方は5名で。ああ、なるほど、ね、今動いております。ああ、なるほど、はい、まあ、後継者を育成成功したってことですかね。まあ、そう言っていただけると助かりますが、まあまあ先のことはちょっと読めないですけど、ね、はい、うまく育てないといけないね、はい、本当に。あれですかね、まあ、長野市にはこういう瓦
お店っていうかね、こういう宮尾さんと同じような方って何人ぐらいいらっしゃるの？はい、まあ、以前は50社ぐらいあったんですけども、今現在はエリアというのが北新という北新地区というエリアになりますけれども、今現在30社ですね。はい、従業員的にはどのくらいいるかなんて分かんないね。いっぱい あれでね、その全従業員です。従業員みたいな。そうですね、従業員20名25名抱えてるところもありますし、そういうとこもあるんですか。1人だけでやってるところもありますし、ちょっとここはもう従業員の把握までというと、人数まではちょっと何とも言いようがないですね。これで松代には何件ぐらいあるんですか？松代はうちを含めて、今4社ですね。4社ある。はい、ここで珍しいちょっと写真っていうかね、あれを持ってきていただいて、実際のその古いのと新しいのっていうのはちょっとあれですけど、これはお寺さんのあれですね。そうですね、うちの菩提寺っていうかの元行寺さんの送りですね、ちょっと珍しいじゃないですかね、こういうのって、これは難しいんですか？そうですね、この唐破風っていうのが、まあ、いわゆる伸びるところと縮むところっていうのが出てくるんですね。こういうところが伸びるところで、こういうところが縮むところという、これをいかに均等に吹き上げるかという、で一番この唐破風というのが雨漏りしやすいという、まあ、いわゆる屋根なんですね。だからその辺に、まあ、かなり気は使いましたですけど、ね。はい、これが新しくしたところですね。そうですね、はい、なんかちょっとやっぱり明るい感じはしますね。これは彫刻寺さん。そうですね、彫刻寺 の、これもやっぱり座禅堂という、はい、ものなんですけど、屋根の吹き替えということで依頼をされて、吹き替え工事の方をさせていただいた、わけです、ね。はい、これこちらの方が新しくね、こういう綺麗ですね、これ。そうですね、やっぱり、そこが技術者というか気を使うところですので、やっぱりどこから見ても、まあ、曲がったり下がったりしてるということのないように、やっぱり気は使いますので、あ、なるほどね。やっぱりそれは技能っていうことですね。そうですね、はい。で今実際に今あれじゃないですか、いろんな建物を建ててはいるけども、瓦ってやっぱり少なくはなってるんですか？そうですね、近年やっぱり、まあ、地震の影響なのか、まあ、コスト面なのか、はい、まあ、なんとも言えないですけれども、なるほどね。実際にはもう昨年一昨年の半分以下という、はい、そんなに極端、ね、もうこれ全国的なレベルで、なるほど。で窯元自体も、いわゆるメーカーなんですけれども、はいはい、大手窯元も、はい、いわゆる1年に1つ2つと、まあ、飛んでくっていうか倒産なり、閉めちゃうというところが、まあ、やはり今出てきてるぐらいですんで。だけど今その昔の瓦と今の瓦って違いってちょっと説明していただいていいですか？はい、ちょうどじゃあ瓦持ってきましたんで、まあ、いわゆるこれが昔の土瓦とい う形の平ですね、三瓦ですけども、でいわゆるこの土瓦というのにはこの穴が開いてまして、ここにちょうど、まあ、外した時の、あれがあるんですけども、金欠材はこの銅線なんですね、でこの銅線で引っ張って、いわゆるこの裏側に、くくりつける、まあ、詐欺にこれを縛りつけるんですけれども、でこの下には吹き土といいましてね、土を入れてそれに要はなじませて拭いたのが、昔の土瓦なんです。はいはい、で今現在は、はい、やはりこちらの方を拭かせていただいた瓦もそうなんですが、はい、これがまあ本井節という瓦なんですけれども、裏側を見ていただくと、はい、お分かりになると思いますけども、はい、先ほどのこちらとは違いまして、はい、こちらのペラ棒なんですけど、そうだね、こっちは突起が出てる、はい、はい、これが剣がついてますんで、はい、この剣三義を打って剣に引っ掛けますんで、引っ掛け算というんですけれども、そこになおかつこの釘穴が開いてますんで、この釘穴に、ここね、はい、こう、そうですね、ステンレスの釘ないしビスで、留め付けいたしますんで、そうすると全然落ちないね。そうですね、我々今取り組んでるガイドライン工法というのが震度7、7強でも、瓦1枚も落ちないという実績がございますので、なるほど、はい、まあ、夏だとか冬だとかって今違いあるじゃないですか。夏なんか涼しくていいねとかって、そうですね、やっぱりこの瓦自体で、熱を
ある程度吸収してくれますんで、はい、瓦というのはこのこういう形でもういわゆる重なって出てきますんで、この裏の瓦と野地板との隙間が出るんですね。うん、瓦自体に隙間もございますんで、うん、今は土は入れないんですか？今は入れないです。あ、入れないんだね。阪神淡路大震災の時に、うん、やはり、倒壊して瓦が落ちる絵がありましたですけど、はい、その辺の頃からその辺まではみんなベトドブキだったんです。でそれが重量的に重いということなもんで、はい、それ以降は全部まあ、全国区で空吹きという形に変わりましたですね。はい、だからそれは地にはある程度強いという形ですよね。そうですね、はい、と今回ちょっとね珍しい写真をちょっと持ってきていただいたので、これもちょっと見ていただければいいかなと思うんですけど、これ土蔵なんですよね。はい、ここもちょっと説明してもらっていいですかね。はい、これも土蔵でもうある程度朽ち果てるっていうか、そうですね、そんな感じなんですけどね。はい、はい、あの松代のあの T 邸というお宅なんですけども、うん、ちょっとお名前の方は控えますけれども、もう私も正直見た時に、うん、解体した方がいいんじゃないですかというお話したんですけど、うん、奥様が思い出のある建物だということで、うん、分かりましたと、うん、じゃあ、改築しましょうという形で、うん、一回、まあ、このように土蔵全体を持ち上げまして、ね、うん、1メーターちょっと持ち上げて、なるほどね、昔は基礎ってもなかったもんですから、はい、基礎工事から全部やらせていただきまして、うん、で基礎の方が終わってから下に下げまして、はい、屋根、壁、うん、という順で、なるほどね、施工の方をさせていただきました。ね、はい、うん、この手もやっぱり先ほどのいぶし、本いぶし柄ですから。あ、なるほどね、はいはい、これ中はこんな形でね、そうですね、住まわれてもいいような感じがしますがね。あとこれもちょっと珍しいなと思って、はい、鳥居なんだけど、これ桑根江の、うん、お宮さんの、うん、鳥居なんですね。はい、でやっぱりこの柱がシロアリに食われたり、もともと瓦乗ってたんですけど、落木によって瓦が割れたりということで、うんうん、これも立て直して柱を入れ替えて、うん、で、屋根の瓦を吹き直しをしたということです。はい、もう一つちょっと珍しいのね、これも昔の製紙、のあれですよね。そうですね、眉蔵みたいだったかな。うん、そうですね、はい、うん、でこれがこういう形で綺麗になりましたよって、はい、いいお金かかったんだと思うんだけどね、うん、まあ難しいところですけども、ね、うん、でそれが今度は松並景観賞っていう、ね、はい、そういう城下町松並景観賞っていうので、だから松代商工会議所でねやってるんですけども、中心市街地活性化協議会っていうのでここから表彰されたっていう形ですね。はい、はい、まあこれもやはり旗場さんというお宅なんですが、はい、やっぱり応接さんの思い入れがあるということで、うん、もう壁やなんかもかなり割れてきてたんですけれども、はいはい、しましたね、もうそこも全部修正いたしまして、はいはいはい、とにかく、まあ、中はそのままなもんで、うん、いつ住んでもいいように、あ、まあ、もし改造するんであればという形で、まあ、とにかく屋根と壁は直しましょうという話で、うんうん、なるほどね、でも綺麗にこれできてますわね、はい、本当にね、ありがとうございます。うん、であと先ほど言いましたけども、この何ですかね、全国的にこの、こういう何ていうかね、協議会みたいのもあるとかっておっしゃってたので、これもちょっとさらっと説明していただけますか。はい、そうですね、うん、これ会場が千葉県の幕張メッセという会場で、はいはい、でやっぱり各県から、まあ、1名ないし2名という形で、はい、職能が主催の協議会ですね。うん、これ行くんちくらいかけてやるんですか。はい、協議自体は、はい、2日間ですね。はい、で前日に前日作業というのがありますんで、うん、トータルすると3日間は拘束されてしまうということで、そうすると長野県は長野県では1人だけっていう形でいいんですか。そうですね、各県1人、各県1人で、まあ、他県では職能の考え方で2名参加されるところもありますけれども、うん、長野県はずっと1名の参加ということですね。はい、はい、まあ、こういうこの技能検定みたいなのもあって、2級技能検定、はい、これはなんか知事がくれるっていう形。そうですね、この2級も1級もそうなんですけれども、うん、いわゆる国家検定ということで、うん、でまあ、2級はこういった加工の必要のない
まんじゅうの木瓦というのがありますが、こういうので、まあ、いわゆる施工、実際に施工するということですね。なるほどね。で、まあ、一級というのが、まあ、いわゆるこういう一文字の木瓦という、はい、やつなんですが、はい、これやっぱり桐代とか相場口とかございまして、はい、これはタガネと金槌だけで、うん、加工して取り付けるという作業なもんで、うん、ちょっと高度になりますんで、うん、それがまあ一級と、それがこれが一級って形、そういうことですね。はい、なるほどね。これはもう労働、厚生労働大臣のあれですね。そうですね。はい、ありますね。はい、まあ、ちょっと時間そろそろあれなんですけども、あれですかね、これから宮尾さんとこの将来どうどのように導こうっていうかね、どのようにしていこうかっていう、ちょっとお話あればお願いできますか。はい、そうですね、やはり先ほどお話した通り瓦離れというものが進んでますんで、はい、その辺瓦は今の話のいいところをみんなでアピールして、うん、で先ほどの話の通りガイドライン工法で今施工しておりますんで、うん、瓦が落ちるということはありません。うん、はい、だからこれはやっぱり皆さんに分かっていただきたいというのが、まあ、それとやっぱり一番は本当にお客様が喜ぶ顔という、はい、うん、その本当にありがとうございますってお客さんの方から言っていただけるような、うん、そういう誠心誠意、うん、技術と心を込めた、うん、作業を、うん、やはり全員で、していきたいなというのが私の、まあ、本音というか、なるほど、ね、願いですけれども。はい、わかりました。まあ、これからも先ですね、まあ、こういった候補いろいろあるんでしょうけども、技能を磨き上げながらまた頑張ってやっていただければいいかなというふうに思います。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございます。いや、皆さん、はい、今日は固い仕事だったね。そうだね、硬いお話だね。よく分かったね。今日は固かった。これだよ、こういう音、硬いお話でね。はい、今度はね、今度は今日はね、柔らかい感じ。いい今度はね、布で、布、布、柔らかい、ね、柔らかいでしょ。はい、分かりました。これミニひな作りってちょっとやるんでね、はい、ね、その来週ね、一応祭り、ね、ひな祭りっていうのはやるんだけど、その前にね、2月の24日町歩きセンターの、ね、伝承館で、ね、ミニひな作りをやります。これをぜひ参加して、会費500円で、ね、定員が、ね、20名さんで飾るの、そこで、うん、違う違う、うん、そこで作るの、あ、作って、うん、作るの、あ、作って、ね、24日と、ね、3月13日これね作っていただいて、自分で楽しい、あ、そうそうそう、あ、まあ、人にあげてもいいんだよね。はい、うん、で流し見だとかやるんでしょ。うん、それはね、来週 の, テ, ーマのテーマなんだよ。第16回松代でひな祭りについてっていうのをやるの、はい、ね、ひな祭り実行委員会実行委員長の、ね、佐藤さんを入れて、はい、パーソナリティの曲がりよさん、はい、ね、こんな形で内容的なものを説明していただくような形になります。はいはい、なので来週しゃべくり松代、はい、382回、はい、ね、松代でひな祭りについてよろしくお願いいたします。はい、はいはい、それでは来週のしゃべくり松代どうぞお楽しみに。はい、お願いいたします。